魔法の国の王女エリカは王位継承のために発明した魔法のリボンを自分とそっくりな女の子に渡すため人間界にやってきました。ところがやっと探し出した女の子野々原姫子はとんでもないおてんば娘。エリカは不安になりつつも姫子にリボンを渡しますが、姫子は大はしゃぎです。それもそのはず、魔法のリボンはこの世に生きている人なら誰にでも変身できる不思議なリボンだったのです。姫子、何回起こせば気が済むの。早くしないとまた遅刻するわよ。はーい。おはよう、ポコタ。ポコタ、どうして喋ってくれないの？ねえ、ポコタったら！あ、ない！ひょっとしてあれはみんな、夢だったのかな？姫お姉ちゃん何やってんの？お母さんカンカンよ！今行く。あ、触っちゃダメ。これはとっても大事なリボンなの。お姉ちゃんすぐ着替えて降りていくからね。ゆめ子は先に行ってて。じゃあね。姫お姉ちゃんのケチンも。夢じゃなかったんだ。時計をつけて。姫ちゃんたら忘れっぽいんだから。僕はリボンをつけてる時だけしか動けない。姫ちゃん、ポコタ、もう二度と話せないと思ったの。よかった。姫ちゃん、姫子、いい加減にし。どうしたの。あ、あのね、今度演劇部でやる芝居の稽古してたんだ。よくそんなへんてこな顔のぬいぐるみ相手に泣けるわね。よほどの天才か、どっちかね。天才。行ってきます。気をつけてな。はい。やっぱり娘はいいな。あ、おやひゃ、ごくわんかよ。姫子。あ、ごめん。リボン、気がついた。当たり前だ。へえ、お母さんは全然気がつかなかったよ。姫子もやっと女の子に目覚めてくれたんだ。父さんも嬉しいぞ。お父さんの顔。ん、先輩、今日が誕生日なのにどうしよう。お守りなくしちゃったし。お姉ちゃんみたいにバスに乗れれば先輩と一緒になれるのに。
おはよう。おはようございます。ご苦労さん。校長先生。失礼ですが校長先生、先ほどおいでになりましたよね。君は何を言ってるんだ。しかし確かに。何かね君、まさか私が二人いるとでも言うのかね。そんなわけありませんよね。姫ちゃん大丈夫かな。リボンもおかしなことに使ってないかな。リボンはあんなことに使っちゃってエリカ様いいんですか。さっさまだ最初だし多めに見ましょう。あふう、危ない危ない。元に戻るのは呪文を逆に唱えればよかったんだ。パラレルの逆だからレルラパレルラパ、元の姿になーれ。どうしてこの間はちゃんと戻ったのに。もう一度レルラパレルラパ、元の姿になーれ。そんなレルラパレルラパ、レルラパレルラパ、元の姿になーれ。なんでおっちょこちょいな女の子なんだ。さっさ呪文が違うって気遣えないなんて。さっさ笑い事じゃないでしょ。このままだと大変なことになるわ。変身して1時間以内に元の姿に戻れなかった時は一生変身した人の姿のままでいることになるのよ。そうでした。さっさチャッピー、大急ぎで姫ちゃんのところへ行きます。いいわね。それはなりません。レン、魔法のアイテムを渡してから1年間は人間界へ降りてはならぬという掟をお忘れになったわけではないでしょうな。もちろんよ。でもこのままでは姫ちゃんは一生校長先生の姿になってしまうわ。行かせてください。レン。なりません。王女様がお作りになったリボンは魔法の国の全ての民が注目しております。そんなことをなさったらリボンの能力を確かめる前に王女様は王位継承権を放棄したと取られてしまいます。でも国王様を悲しませてもよろしいのですか。ご心配なさいますな。まだ20分もあります。それにこういう時のためにお供というものがあるんじゃありませんか。ポコタ。エリカの嘘つき、全然戻れないじゃないの。一生このままなんてことに。そんなのやだよ。やっぱりこうなってた。え、ポコタ。レルラパレルラパって言っても元に戻らないよ。パラレルの反対はルレラパだよ。え、ルレラパ。あ、そうか。いやー参った参った。休み時間になったら生徒たちが来るよ。早く呪文を。ルレラパルレラパ、元の姿になーれ。まったく君ってやつは本当にそそっかしいんだから。ごめん、ありがとうポコタン。とにかくここから早く出ようよ。小林大地。やっぱお前男だったんだな。変なこと言わないでよ。この姿誰がどう見たって女子生徒でしょうが、今日なんかリボンだってしてるし。でもお前ここから出てきただろ。ここ男子トイレだぞ。間違えちゃったのよ。間違えた。変わったやつだと思っていたが、まさか男子トイレを覗く癖があるとはな。
よくないぞ。違うってば。先輩。あ嘘だよ。あいつ。怒ってもしょうがないよ。姫ちゃんがそそっかしいのがいけないんだから。それより人目につかないところに行こう。よかった。渡してからまだ一日も経ってないのに不安になってきた。さっさ、ここにエリカが置いてった注意書きがあるから、何度も読んで頭に入れておくんだよ。ほら、何も書いてないじゃない。あ、あれ文字が。魔法の国の文字は読む人に合わせてくれるんだよ。さ、声を出して読んで。魔法のリボン5箇条の注意書き。1つ、リボンをつけている時だけ変身できる。1つ、人間界に存在する人にしか変身できない。うん、1つ、変身できるのは1時間だけである。それから1つ、変身している間もその本人は存在する。1つ、変身している間ペンダントを外すことはできない。さらに1時間以内に元の姿に戻れないときは一生その人の姿のままでいることになるので、くれぐれも気をつけること。わかったね、姫ちゃん。そうなの？危ない橋を渡ってたのね、あたし。その巻物はカバンの中にでもしまっときなよ。はい。どうでもいいけど、さっきから偉そうね。今まで口を聞かなかったから知らなかったけど、こんな性格だったなんて。だってそれはさ、姫ちゃんがとてつもなくドジでそそっかしい分、僕がしっかりしてなくちゃ。とてつもなく？それに僕は生まれた時からずっと君のそばにいるんだもん。なんだって知ってるよ。男の子と喧嘩して傷だらけで帰ってきたことや、算数の18点のテストを見せられなくて机の中に隠してあるとか、お使いを頼まれた帰りにお釣りのお金でこっそりアイスを買って食べたとか、漫画読んで夜更かしして遅刻したことも。ああ、なんでこんなのがお供になっちゃったのよ。あ、2時間目の授業が始まっちゃう。私行くからね。いいかい、5箇条の注意書きちゃんと頭の中に叩き込むんだよ。分かってるって。あっ、なんでこんなとこにバケツがあるの。大丈夫かな。帰ろ。プレゼントはないけど、せめて誕生日おめでとうございますの一言ぐらいは言わなきゃ。よし、頑張るぞ。とっちゃん。先輩、お誕生日おめでとうございます。はい、これどうぞ。私からのもどうぞ。おめでとうございます。私だけプレゼントなしだなんて、こうしちゃいられないわ。なくしちゃったお守り、もう一度買わなくちゃ。よし、絶対渡すぞ。どうか先輩に渡せますように。あ、また心臓が。これじゃ昨日と同じじゃない。みんなどうしてあんな簡単に渡せるの。どうして私だけが。あ、かわいい。おじいちゃん、私もあんなリボンが欲しい。リボン。そうだ、お嬢ちゃん、ありがとう。バイバイ。あのお姉ちゃん、知ってるのかい。知らない。恥ずかしがり屋の妹のためにお姉ちゃんが代わって渡すってことにすれば全然平気。うわ、美人。え、今の人見た。うん、綺麗。気分いい。お姉ちゃんのやつ、いつもこんないい思いしてんのか、許しがたいな。あ、いいな、この服。
あっちもいいな。どうぞご試着できますよ。あ、いい、今度来ます。部活そろそろ終わる頃だ。ここで待ってよっと。ねえ彼女、こんな時間に一人なの？どう、僕とお茶しない？結構です。そんなこと言わないでさ。ね、僕すんごくいい店知ってんだ。結構でしたら。そんなこと言わずにさ、お茶くらいいいじゃない。ねえねえ。ごめんごめん、待った。長谷倉先輩、つい友達と話し込んじゃってね。さあ行こう。ち、男連れかよ。どうしよう、心の準備が。もう大丈夫みたいだね。どうも助かりました。ありがとうございました。あ、いえ、ああいう軽い男は僕もあまり好きじゃないから。ほんと、私もいつぶん投げて。いえ、こんなジョークですわ。私はお姉ちゃん、お姉ちゃん。でも嘘みたい、こんな風に先輩と会えるなんて。そうだ、お守り。それにしてもこんな風に会えるなんて思ってもいなかった。え？今日も一日ずっと君のことを考えていたんだ。そしたら本当に会えた。こんなこと突然驚いちゃうと思うけど。ずっと好きだったんだ、君のこと。嘘。わあ、ペンダント！これって、早く元に戻れって合図だったよね。何の音？ああ、ごめんなさい、急用ができたので。私はこれで。お帰りなさいです。こんな遅くまでどこ行ってたの？どうしたの？ご飯いらない。お帰り、姫ちゃん。姫ちゃん、先輩ね、好きな人がいたの。愛子お姉ちゃんなんだって。やっぱり男の子って女の子らしい子が好きなんだよね。こんな男の子に飛び切りしちゃうような子、女の子として見てくれるわけないよね。心が変身できるリボンがあればいいのにね。姫ちゃん、僕はね、姫ちゃんのことをずっと見てきたよ。喋れるようになって初めて僕の名前を呼んでくれたことや、幼稚園の遠足にこっそり僕を連れてってくれたことや、長谷倉先輩のことを僕に告白してくれた日のことも。だから姫ちゃんが本当はどんな人よりとっても女の子らしい子なんだってこともちゃんと知ってる。ぬいぐるみの僕が選ばれたのはきっと僕が君の一番の親友になれると思ったからだよ。僕は13年間
ずーっと君と話がしたくてたまらなかったんだ。うん、私も、もっともっといい友達になれるよね。うん、よし、気合を入れよう。一発、おう、いけいけ、ゴーゴーちゃん。魔法のリボンは使い方によっては知りたくないこと、悲しいことを体験しなくてはならない欠点もあったのね。でも、姫ちゃんとポコタならきっとそれも乗り越えてくれると思うわ。自分を抱きしめてどうする。次回、憧れ